今ため息ついた？ついてないよ。いや、ついたじゃん。わかんない、ごめん、無意識かも。だっていや、普通に気持ち悪いって言って寝てるからご飯いらないとか思うよね。重くない？別に、ただなんかいつもご飯はナオ君の帰ってくる時間になるべく合わせて作ったりしてるのに、なんか今勝手に食べられてちょっとやだなって思っただけ。え、待って、それ別に俺頼んだことあったっけ？え、何？いや、俺別に時間合わせてご飯作ってとか頼んでないじゃんね。まあ、それで勝手にそうしてくれて、いや、まあそれはありがたいけど、でもそれでイライラされても困るんだけど。別に頼まれてない。ありがたいけどね、ありがたいけど。うん、それで？別に頼まれてないけど、作って時間経ったご飯よりあったかい方が美味しい、いいかなと思って作ってたし、うん、だからありがたいとは思ってるよ。それで？それでって、いや、自分のしてることでイライラしてるのそっちだから。他に自分のしてることでイライラしてることあるんだったら解消しとこうかと思って、それでって聞いてるんだけど。なあくん、ご飯作った時に美味しいって聞かないと美味しいって言わないし。いや、そんなことないよ、言ってるよ俺。他？グリーンピース残すし。いや、それは俺食べられないって言ってんじゃん。キュウリも残すし。え、別に良くない？それ何の関係があるの？